どうも、テノールの中井良一です。今回は、楽しくてリズミカルな、イタリアのカンツォーネをお届けしました。ガブリエーレ・シベッラ作曲のジロメッタという曲でした。ジロメッタっていうのはね、女の子の名前です。この子は別にジロメッタちゃんじゃないんですけど、たまにこの動画で出てくる女の子でございます。で、1919年に作られたとされるんですけど、そのガブリエレ・シベッラがゼロから作った曲ではなくて、メロディー、旋律はですね、前の16世紀、1500年代にですね、1500年代っていうと日本だと室町時代ぐらいですかね、キリスト教、以後よく伝わるキリスト教とか、火縄銃とかね、あの辺が、そうですよね、戦国時代があったりとか、今から500年ぐらい前に、イタリアのベネツィアの街中で庶民によってこう歌われていた、愛称されていた、短い歌を、後になってそのシベッラが編纂あるいは編曲して伴奏とかをね、こう一つの楽譜を作って、こう一つの作品として発表したっていう経緯があるみたいですね。なのでね、様式としてはフロットラっていうんだそうですけど、マドリガーレの少し前かな。はい。随分古い、スタイルで書かれている曲っていうことになります。で、僕がこの曲と出会ったのは、もう大学生の頃で、大学で歌を始めてですね、自分の歌の先生に、どういうテノールの人の音源聞いて勉強すればいいですかって質問したら、そうだな、中井はあの声が明るいから、パボロッティなんかいいんじゃないかっていうことで、もうなんていうかな、当代一の、大テノール、パボロッティの音源をたくさん聞きあさる中でですね、このジロメッタをよく愛唱していて、CD の収録はもちろん、リサイタル、ピアノ伴奏でね、お客さんの前で歌う映像とか、それからオーケストラ伴奏でのコンサートでも、パボロッティはよくこのジロメッタを歌っていて、本当に彼の愛唱歌と言えると思うんですけど、それでこうこの曲を知って、すごいいい曲だな、短いけど本当にテノールらしい、明るくて、でリズムもこう特徴があってね、ハッピーになれる曲だな、歌ってみたいなと思いまして、で幸い大学の、図書館に楽譜はあったんですけど、見たらもうものすごい音が高くて、特に当時の自分にとってはもうとてもじゃないけどすぐ歌えそうな音域ではなかったので、楽譜だけコピーして、一旦それこそ蔵の中に入れてですね、棚上げしてタンスの肥やしにしまして、それで今回初めて、ご披露した文字通り蔵出しの、曲ということになります。で、こういうふうに僕も自分のこうルーツというか、曲との出会いとか、その時の、聞いていたテノールの、こととかをね、遡ることが結構好きで、それこそちょっとクラシック向きなんだと思うんですけど、新しいものより古いものの方に割と興味がいくのかな。それで、パボロッティはじゃあどうやってこのジロメッタ知ったんだろうって考えると、あんまりっていうかね、ほとんどパバロッティ以外のテノールはね、このジロメッタを歌っていないんです。例えばね、よくご存知オーソレミオとかね、語りとかはほとんどのテノールが、歌う、よく知られた愛唱歌っていっぱいあるんですけど、このジロメッタみたいに特定の歌手だけが何回も歌うっていうのもあるんですよね。で、そういう時になんか答えは分かりませんけど、パバロッティに聞いたんじゃないから、で自分で思いを馳せて、どうやって知ったのかなって思うとですね、おそらくパバロッティが僕みたいに若い時に、活躍していたテノール、あるいはその時に売っていたレコードの中でジロメッタを歌ってたのが、このフェルチョ・タリアディーニ。この動画でもね、何度も出てきましたけど、そのタリアディーニがジロメッタをこう歌ってるんですよね。まあ、これは CD ですけど、もちろんパバロッティの当時はレコードだったでしょう。で、このタリアディーニ、日本でもリサイタルで来た時にジロメッタ歌ったりしてて、よくステージでも歌っていたので、おそらくイタリアか、ね、パバロッティが若い時にですね、イタリア国内の演奏会かレコードで
多分あのタリアビーニの音源を多分聞いたんじゃないかと勝手に推察していますね。でそういうことを思いながら今自分がこんなパヴァロッティの流れを組んで演奏したり歌ったりする、こういう風に歌い継いでいく、そうするとこう曲がこう何百年か残っていきますよね。でほとんどの曲はやっぱり廃れていくことの方が多いので、時代の流行り廃りもあるのでね。なので、自分が影響を受けたなんか心に留まった、好きな曲はこうやって、YouTube で、残すことができるっていうのはまあ無駄じゃないかななんてことも思いながら、もしねステージで歌うことがなかったとしても、この動画で、何十年もしかしたら100年ぐらい残るのかななんてことも思いながら、収録しました。ジロメッタ、よかったらまた繰り返し聞いてやってみてください。パヴァロッティとねタリアビーニの、音源もよかったら聞いてみてください。では、次の動画でまたお会いしましょう。